はようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。私の知り合いがですね、先日イランに行ってまして、お土産やるよっつって、イランっつった。例えば、よくあるでしょ。チョコレートとかでさ、どこ行ってきたからお土産みたいな。うん、そんな感じで、ってもらったのがこれなの。俺すぐに食えなかったのこれ。何これ。割とね、古くからのアップバンク読者の方はご存知かと思うんですけど、はいはい、割と偏食なんですよ私。そうですね。そう。で偏食の俺がこれパッて見せられたら食えないでしょ。何それ。ということで今日せっかくねアップバンク遊びに来るっていうことで村井さんとガルにあげようかなと思って持ってきました。絶対嘘だよ。もうとりあえずなんかもう食わせてやるぜ。何それみたいな。何でなんかね怖いのがちょっと柔らかい。ちょっと柔らかいでしょ。グミ的なさ。プニプニしてる。ハンバーグでしょ、うん、1個開けて、うん、半分こにしません。何ガリ読んでよこれ。読めるわけないじゃないですか。読んでよ。読めるだろ。頑張って読んで。全然読めないですよ。シリントマリッシュちょっと袋から出して。袋からくるみ。いや簡単に袋から出せる状況じゃないかもしれない。出して結構粘ってる。なんとか、ね、そうなんですよ。何これ。これやばくない。ピスタチオ。全然いい香りだぞ。あ本当ですか。はい。どんな香り。あ化粧水の匂いがする。ちょっと半分ちぎりますよ、うんうん。お、なんかすごい。ババロア。ババロア。ちょっと待ってこれ明らかにピスタチオでしょ。じゃあせーのでいただきます。ああもういっちゃうんかい。全然せーの言ってねえじゃねえか。はい、じゃあせーの。あ、別にそんなまずくない。今表面を舌でちょっと舐め回してやってるんですけど。何、どんな味。どんな味。言い方。あ、なんかてかピスタチオなのかなこれ。あの白い部分なんすか。ピスタチオ味のモニモニ。モニモニってマシュマロみたいな、うん、いやマシュマロっていうよりは綿飴を、分厚い綿飴を思いっきり噛んでる感じの食感だから、すごいモサ、うん、モサモサって感じ、でもなんかトロトロトロってはしてくるんですけど、決してガルは美味しくはない。マリさんは別にバーとかで酒のつまみで出てきても別に悪くはないかなと思うけどな。ただ匂いがクッキーあげようかな。クッキーついてるから口直しでクッキー今だったら美味しく食べれるかもしれない。ケーキもある。こんな甘党だったんだ。そんな感じです。はい、いってらっしゃー。頑張って。